新宿駅前ご通行中の皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さん、タバコは吸われますかね。はい、私はちょっと恥ずかしいんですけど、13歳ぐらいから毎日ではないんですが時折吸ってました。そして4年前に病気をしてやめろと医者に言われて、しかも半年間入院したもんで、その入院中タバコを吸う場所がないで、半年間禁煙をしたら、今度退院してね、表に出て、どっか出かけるのに駅前とか歩いてきますよね。本当バス降りて駅の改札まで歩く途中に、ポツンと喫煙所があるんですね。でその喫煙所の横を通った時にカッサーと思ったんですよ。よくこんなもん俺30年ぐらいしてたんだなと思うと、おかしなことしてたなと思うんですよ。と言いながらね、2ヶ月ぐらい前にタバコをまた吸い始めまして、おとといですかね、ようやくライターが1個ガス欠になってお釈迦になりました。100円ライター最近長持ちするんですね。昔は1ヶ月ぐらいだと思ったんですけど2ヶ月持っちゃいました。昔に比べると数本数はまだそれほどでもないってこともあるんでしょうけど、あまりにも長持ちするんでびっくりしました。そして今日ね、ここ新宿駅前、ここで今お話してますけど、パーッと見て私が見えるところに7本8本10本ぐらいですかね、タバコの吸い殻落ちてます。もちろんここは喫煙所はありませんし、新宿の駅前は多分禁煙区域って形になってるんだと思います。私の住んでいる近くの駅、東京からほど近い埼玉県なんですけど、その埼玉県の中でも比較的東京都に近い方なんですけど、駅の周り禁煙ゾーンになってますよね、路上はね。そして喫煙所が3カ所4カ所それぐらいありますかね。私も最近タバコを吸い始めたんで喫煙所行ってタバコを吸うんですけど、そこで見てて喫煙所で大体喫煙所白線や囲いでこの中で吸ってくださいっていう風になってると思うんですけど、行って大体5人ぐらい吸ってると必ず1人はね喫煙所の外でタバコ吸ってるんです。あと3本あるけど、この喫煙所の白いライン書いてあるんですけどね、なんでその中でタバコ吸えないんですかね。よくうちの外線でね、志垣さんという弁士の方がね、最近は喫煙所が少なくてタバコを吸う人間の権利も守れ、確かにね、高い金払ってわざわざタバコ買ってタバコを吸ってる人ね、気持ちよく吸ってもらいたいと思いますけどね、私がタバコ吸い始めた30年前と今と比べるとね、40年前と今と比べるとね、40年前はね、先人な成人男性の8割がおそらくタバコを吸っていた時代です。今おそらく4割に満たないぐらいの人しかタバコを吸わないんじゃないですかね。それだけタバコの売り上げも落ちているというようなニュースを見たことがありますし、実際ね、会社なんかで人と会っても、僕より若い人、そうですね、30代20代の人の話を聞くとほとんどタバコ吸う人いないですね。40代以上の方だと、まだ半数ぐらいの方がねタバコを会社の喫煙所に入っていくのを見たことがあります。志垣さんはね、喫煙所が少ないんだ、またどこに喫煙所があるかわからないんだ、これは子供の言い訳と一緒ですよね。喫煙所がなきゃタバコ吸わなきゃいいんですよ。どこだかわかんなきゃ我慢してくださいよ。自分で調べろよ、探せよ。それができないんだったら吸うなよ。そう思いませんかね。タバコ吸っちゃいけないよっていうところでタバコ吸ってる人間がね、いや喫煙所がないからなきゃ吸わなきゃいいや、タバコ吸っていいとこいくらでもあんだから。私も2ヶ月ぐらい前からタバコをまた吸い始めたという話を先ほどしましたけど、この2ヶ月間タバコを吸ったのは自宅と飲食店で灰皿が出てくるところ、もしくは駅の近隣の喫煙所、それ以外でタバコを吸ったことはありません。当たり前です。昔みたいに全人口の6割がタバコ吸ってる時代とは違うんです。タバコ吸ってる人の方が圧倒的に少数派、
タバコの煙が来れば露骨に嫌な顔する人もいる。私も昨日やりましたけどね。バスを降りて会社に向かう途中、30代とおぼしき女性の方がなんか10センチぐらいのピンヒール履いてね、綺麗な格好して若干厚めの化粧をしてさっそうと歩いてるんですが、その右手にタバコがありました。そして鼻の穴から煙を吐いてるんですね。その女性が美しいか美しくないかはまあ好みの問題でしょうが、あ、綺麗な人なのにもったいないなと。タバコの吸い方も美しくないし、ましてやねタバコ吸っちゃいけないよっていうゾーンになってるところを歩きながらタバコ吸ってる。一体その吸い殻はどこに行くんですかね。もう一方の手に携帯ハイザーを持っていたんならまだね、 3% ぐらいは許してあげてもいいかなと思いますけどね。それすらしない。そしてあの今ここにあるようにね、またタバコの吸い殻が1本2本増えていくんでしょうね。私もね、路上喫煙がしたことがないとは言いません。昔はね、そして吸い殻を道路に捨てたことがないなんてことも言いません。だけど一回自分がタバコをやめて、まあ本数は減りましたけど、また吸い始めたんですけど、最低限ね、人が嫌がることをやるのやめましょうよ。それぐらいは多分幼稚園で習ってると思うんですよね。人は嫌がることはやっちゃいけないですよね。まあそういうのが分かってないどっかの国もあるみたいですけど、まあ日本人としてはね、最近あのそのモラルの低下が非常に悲しいと。今日私ここ来るとき、地元でバスを乗ろうと思ってもバス停にね、空き缶が捨ててあったり、タバコの吸い殻が捨ててあったり、一体ここはどこの国なんだろう。ちょっと情けないですよね。どうか皆さんもね、歩きタバコや非喫煙区域でタバコを捨てる人いたら、ちょっとあの勇気がいるかもしれないですけど、注意はできないかもしれませんけど、冷たい目で見てあげてください。それぐらいなら多分殴り返られることはないと思います。私もここでこんなこと言っててね、どこかその辺でタバコ吸ってる人がどうしたかな、どうしようかなと思ってるんですけど、まあカメラあるからその間は大丈夫かな。カメラ止まった後に殴られるかもしれないですけどね。カメラ回ってるうちは多分あの殴られたら証拠として残っちゃいますからね、そういうことはされないと思いますけど、どうか皆さんもね、タバコ吸われる方、どうかのタバコ吸わない方が多い時代になりましたので、周りの方気使ってお互い気分よく過ごせるように喫煙してください。よろしくお願いします。